はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。今回は最新版、ライデン将軍のおすすめパーティー編成や育成方法の解説動画です。草元素が追加されたことによって新しいライデン将軍の使い方やパーティーも生まれていますので、それについても紹介をしていきます。ただまず本題に入る前に、ライデン将軍がどういうキャラかおすすめかっていうところをちょっとざっくり話します。ライデン将軍を引くかどうか悩んでいる方には、僕はね、自信を持っておすすめできます。まあ、それぐらい無凸でも優秀なキャラクターです。実装されてから結構時間が経つんですが、今でもね、ライデン将軍を中心としたパーティーがめちゃくちゃ強くて第一線で戦えます。でそれでいていろんな使い方があるんですよね。ライデンって一人引いておけばパーティーの選択肢とか、まあ、使い方かなり可能性が広がりますので、そういう意味でもおすすめです。まあ、それとやっぱり単体性能がめっちゃ高いですよね。パーティー全員に大量の元素エネルギーを配ることができると唯一無二の強みを持っていますし、元素爆発使用後の攻撃は広範囲に雷元素を付着できるので、まあ、付着性能で見ても優秀。あと使えば使うほどありがたいのが、中段耐性がとにかく高いってことです。まあ、なかなかライデン将軍吹っ飛びませんから、シールドキャラを採用しなくてもヒーラーを採用するだけでも快適に使えます。まあ、あとね、元素スキルも優秀でいろんな使い方ができますし、まあ、上げればキリがないんですが、まあ、非常に器用なキャラクターであり、強みをたくさん持っているという感じです。まあ、そんなわけで広くおすすめできるキャラクターです。でここからはいよいよ本番のですね、おすすめのパーティー編成で、さらに後半では武器や生物などの育成解説をやっていきます。では行きましょう。まず紹介したいのが、ライデンメインの元素反応パーティー、まあ、ライデンナショナルなんていう風によく言われているパーティーですね。あと上に今回装備している生物も乗っけておきます。まあ、最適じゃないものもあると思いますが、参考程度に見てください。ライデン将軍を使ったパーティーでは、このユクアキ・シャンリン・ベネットの組み合わせ、まあ、これが最もメジャーでよく使われている形ですね。まあそれだけにやっぱりね、この形、このパーティーがめちゃくちゃ強い、もう大安定です。僕も今回いろんな使い方をね、改めて試してみましたが、やっぱりこのライデン・ナショナル、元素反応パーティーが最もおすすめできます。このパーティーのメリットとしては、まずライデン将軍が無凸かつね、漁獲装備でも全く問題ないことです。ライデン将軍が火力を出すというよりも、サーバーアタッカーのシャンリン、そしてユクアキ、さらにね、この3人が起こす元素反応、過負荷、感電、蒸発でダメージを出していくパーティーですから、まあ、ライデン自体のね、突依存度とかはかなり低めとなっております。なので無課金美課金の方にもおすすめできる編成です。また継続戦闘能力が非常に高く、単体の敵も、対複数戦闘もやれることから、螺旋の攻略にかなり適しています。でユクアキシャンリンをね、まあ、使えば誰でも強いでしょと思うかもしれませんが、ライデンが味方全体に元素エネルギーを配ってくれるおかげで、ユクアキもシャンリンも爆発が溜まりやすくなり、チーム全体の火力を上げることにつながります。映像を見てもらうと、先ほど対ボス相手にね、全員爆発を撃ったばかりですが、もう、全員の爆発が溜まっているのがわかると思います。まあ、このように4人全員の強力な元素爆発をループできるのが強みです。ただ弱点というか、ちょっとネックなのが、まあ、かなり育成が大変だということですね。まあ、このパーティーライデンだけ強くすればいいわけではなく、ユクアキもシャンリンもしっかり育成しないと進化を発揮できませんから、まあ、3人分の絶縁の旗印4セットを用意しなきゃいけなかったり、ライデンとシャンリンで武器を取り合ったりするのが、まあ、大変なところですね。まあ、とはいえ、ユクアキ、ベネット、シャンリン3キャラクターともめちゃくちゃ優秀なキャラクターですから、育てて損することはありません。このパーティーで使わないとしても、他のパーティーで必ず活躍してくれる3人なので、じっくりね、育成をしていきましょう。ただこれらのキャラクターを育成したくない、まあ、できないという方もいると思いますので、他にねライデンを使ったパーティーも紹介していきます。2つ目は雷火力パーティー。先ほどのパーティーが元素反応でダメージを出していくパーティーだったのに対して、今回はもうとにかくライデン将軍の火力で押していく、九条、サラ、カズハ、ベネットで全力サポートしてライデンのね抜刀で殴っていくという感じです。このパーティーのメリットとしては、瞬間的に高いダメージを出せることから、ボスとかを瞬殺できるっていうところですね。例えば黄金王獣とかが厄介な動きをする前にボス戦を終わらせることができますから、まあ、ボス素材を集める時とかに便利だなと思って使っています。まあ、それだけじゃなくて螺旋とかでももちろん、使えるわけなんですが、ただ問題点として、先ほどの、元素反応パーティーがライデン無凸でも全く問題なかったのに対して、このパーティーは結構ライデン将軍の凸、まあ、そして九条サラの凸に依存しています。特にやっぱライデン2凸ですね。あれがあるかないかでだいぶ火力が変わりますから、まあやっぱライデンガチャをかなり回せるよっていう、課金かなりできるよっていう方向けの編成です。
ライデンを2突、まあ、あるいは3突しつつ家庭で九条さらも貫突できるっていう形がベストですね。まあ、とはいえさっき紹介したパーティーからそんだけガチャ回しても劇的に強くなるっていうわけではありませんから、ライデン無突の方もね全然気にせず他のパーティーを使ってみてください。3つ目の編成は激化パーティーです。激化パーティーは本当に選択肢が多くてもう好きに皆さん組んでほしいんですが、僕は今回この形で使います。でヒーラーがいないのでナヒーダに禁迫施策を持たせることでカバーしています。まあ、ライデン将軍あんまり激化で使われるイメージがないものの、大量のダメージバフを持っているキャラクターですから激化との相性は普通にいいです。ライデン将軍自身で熟知を盛ることはないんですが、ナヒーダ爆発、主人公爆発のバフ、さらに草共鳴によって熟知が結構盛られて激化のダメージも伸びます。でこのパーティーのメリットとしては、まあ、どこでもね簡単に火力を出せるっていうところです。下準備があんまりいらなくてもみんなで適当に雷攻撃、草攻撃を打ってるだけでもちゃんと形になってダメージを出せますから、まあ、螺旋とかでももちろん通用しますし、それ以外のコンテンツでも幅広く戦っていくことができますね。まあ、あと編成自由度も高いですし、最近原神をやっている方には組みやすいパーティーだと思うので、まあ、さっきのライデンナショナル、ユクアキ、ベネット、シャンリンとかのパーティーがなかなか組めない、そこで育成が届いていないという方はとりあえずこのパーティーから入ってみるといいかなと思います。ただしこれまで紹介したパーティーに比べるとどうしてもやっぱ火力不足感はありますし、回復キャラ採用するのが難しいですね。金箔なヒーラーだと若干回復力が足りないので、まあ、その辺のヒーラー問題をどう解決するかも、皆さんの手持ちと相談してみてください。あと補足なんですが、ライデンのスキルプラスナヒーダスキルがフィールド探索においてめちゃくちゃ便利でして、まあ、こんな風に2人のスキルを組み合わせるとナヒーダがね遠隔から元素スキルを使うだけで激化反応で大ダメージを出せます。弱い敵ならこれだけでも倒しきれちゃいますし、ちょっと硬い敵に対してもスキルで先制してからナヒーダの通常を何回か打ってるだけでも勝手に殲滅できたりします。激化パーティーに限らずナヒーダプラスライデンはねこのように意外と相性のいい組み合わせなので、フィールド上でねぜひ試してみてください。では4つ目、こちらも新しく生まれた編成ですね。超開花パーティーです。このパーティーではもうライデン将軍はひたすら熟知をガン盛りして元素爆発は撃ちません。基本的にライデンはスキルを使うだけで、あとは味方が戦っていきます。もうこのパーティーはねとにかく簡単です。まあ、先ほどね激化パーティーも使うの楽だよって話をしたんですが、それ以上にこの超開花パーティーは簡単ですね。もうライデンスキル、ナヒーダスキルを使った後は行く空き爆発を装備したココミでひたすら殴るだけ。もう面倒な手順は一切ありません。これだけで回復性能、そして中断耐性もしっかり持ちつつ、超開花反応が自動的に起こり敵をゴリゴリ削っていきます。あと育成が楽なのも魅力ですね。これまでの編成やっぱり会心も火力も当然必要なわけですが、このパーティーもう最悪ライデン将軍が熟知さえ持っていればダメージは出せますから、まあ、かなり育成ハードルは低いと思います。でじゃあ火力低いかっていうと、まあ、映像を見てもらってる通りねしっかり、まあ、ライデンを削り切るぐらいの火力はあるわけですから、まあ、十分と言えますね。もうライデンスキルがとにかく優秀で25秒継続する上に超遠距離にも対応、まあ、しかも味方のあらゆる攻撃に対して追撃を行ってくれて、でしかも範囲攻撃なんですよね。範囲攻撃のおかげで散らばっている草原核に対してもしっかり超開花反応を起こしていけます。まあそんなわけで雷キャラクター全体で見ても超開花反応の起こしやすさはトップレベルです。熟知型ライデンも爆発型ライデンもどちらも強いので、状況に合わせて装備を切り替えるだけで、使い分けれるっていうのがいいですよね。どっちが強いではなく両方できるっていうのがライデンの強みとなっています。僕のおすすめはココミメインですが、ココミの枠をバーバラに変えたり、ナヒーダの枠を草主人公に変えたりすることもできますし、まあ、全然ね、こういった形にとらわれずシールドキャラを採用したりっていうのもいいと思います。デイリーや秘境集会などでサクッと火力を出すのにも向いていますから、普段使いでぜひ試してみてください。はい、では最後ですね、まあ、最後おすすめ編成というよりもこういう使い方もあるよっていう感じなんですが、ライデン将軍はパーティー全体に元素エネルギーを配ることができますから、これを活かしてエネルギーサポートとしてね爆発の重たいアタッカーに添えるというのもありです。まあ、具体的にはエウラーが特に相性いいですね。エウラーやっぱ爆発が強力な反面かなり必要エネルギー量が重たいので、まあ、それをライデン将軍でサポートするという形です。まあ、さらにエウラーの氷とライデンの雷で超伝導反応が起こって物理ダメージを通しやすくなりますし、ライデンスキルのバフも入りますからかなり相性がいいです。他にもショーや新たキットといった、まあ、爆発の重いアタッカーもいますので、こういったキャラクターたちとダブルアタッカーのようにまたか2人体制みたいな感じで採用するのもいいですね。まあ、個人的には先に紹介した4つの編成の方がおすすめではあるんですが、まあ、ライデン将軍本当に柔軟に活躍できるキャラクターで爆発がちょっと回しづらいなっていうパーティーがあればとりあえず
採用しちゃってもいいキャラですね。ではここからおすすめ武器生物見ていきます。武器は正直、前回の復刻からあまり変わってませんね。星4のおすすめはやはり漁獲です。これは釣りシステムによって入手できる武器でして、釣りがかなり大変なんですが、その価値はあります。無料配布武器でありながらめちゃくちゃ性能が高く、ライデン将軍最適の星4武器です。もうこれさえあればしっかり戦えるので、ぜひね、釣りをして交換してください。で、漁獲を装備できない場合の代替武器としては清風長槍ですね。あと特殊なパターンですが、熟知型ライデンをやる場合は空中滅竜というね、こちらの槍を持たせるとかなり熟知を漏れます。で、最強武器は、星5草薙の稲光。まあこれはライデン将軍にはもちろん文句なしで最強ですし、もう武器自体がめちゃくちゃ強くて汎用性高いので、ライデン以外でも、本当にね強い武器です。で、星5天空の石も、実は相性が良くなっています。貫突漁獲とあまり変わりませんが、持っていれば装備してみるのがいいと思います。続いて生物、もう超シンプル、こんなにシンプルなキャラ他にいないんじゃないかっていうぐらい、絶縁の旗印一択です。まあやっぱりチャージ効率が何よりも大事なキャラクターですし、もう絶縁との相性は完璧ですね。爆発を使うタイプのライデンであれば、もう絶縁装備しておけば間違いありません。ただメインオプションがちょっと注意が必要で、時計はチャージ効率がもちろんおすすめ、冠も会心系となっているんですが、杯は漁獲とかを装備する場合は攻撃力の方が不足してしまいますので、攻撃力杯にした方がダメージ伸びます。まあただ、攻撃力漏れる武器だったり、あるいはベネットとかをパーティーに入れる場合は紙でダメージバフにした方がいいですね。で、あと、まあ、超開花とか、カフカを狙っていく熟知型をやる場合はですね、もうとにかく熟知だけ盛りましょう。熟知型で元素爆発は打たないので、もうチャージ効率とか会心とか攻撃力とかもいれません。もう熟知だけで OK です。生物は結構何でもいいんですが、金メッキ4とか楽園4とか、まあ、楽団に金メッキ2みたいな感じで、熟知がね最も盛れる形を選びましょう。時計、杯、冠のおすすめは全部元素熟知です。では最後、天賦と命の星座についてです。まず天賦の育成ですが、通常攻撃は上げる必要はありません。爆発後に刀攻撃、通常攻撃してるんですけど、あれって全部ね元素爆発の天賦によってダメージが決まってます。1段2段って書いてありますが、もう爆発レベル上げておけば、全体の火力伸びますので大丈夫です。で、爆発最優先でスキルも上げるとですね、スキルのバフ量が増えますので、まあ、これもね余裕があれば上げていきたいです。で、命の星座ですね、まあ、ライデンはやっぱりもう有名かと思いますが、二凸が超強い。これがね火力 1.4 倍ぐらいになるっていうとんでもない効果なので、まあ結構課金できるよっていう人は二凸目指すのは全然おすすめですね。まああと三凸でも爆発レベルがアップしますので、これでも火力 1.2 倍ほどになりますから、まあさらに余裕があれば三凸目指していいかなという感じです。とはいえ、ライデン将軍ね、今回解説したように無凸でもちゃんと強い使い方がありますので、まあ凸必須ということは一切ありません。その点は安心してもらって大丈夫です。はい、というわけで今回は以上です。いや、やっぱライデンマジでいいキャラですね。爆発がかっこよくて、使っててテンション上がるのも、まあ個人的に好きなところです。で、冒頭でも言いましたが、無凸ライデンでもね、本当にお勧めできるキャラクターなので、迷っている方には自信を持ってお勧めします。はい、というわけで今後もね、新キャラが出るたびに必ず、解説動画を投稿していきますし、今回のように復刻キャラに関しても、まあ新しいね、補足部分とかあれば、また動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録してもらえると嬉しいです。では皆さん、ありがとうございました。